にゃんぐるりのお時間です。本日はこてつと里見猫でお送りさせていただきます。はい、ね、師走ということで、なんとなくね、心気ぜわしい時期が参りましたが、里見猫はいかがですか？ねえ、クリスマスが近づいてきて、もうちょっと猫ちゃんもウキウキっていう感じではありますけど、寒くなってみんなで丸まってます。はい、やっぱり猫はどっちかというと寒い、まあ暑いのも嫌やろうけど、なかなか猫の良い季節ってやっぱり春秋になるんですかね。そうですね、やっぱりあんまり暑すぎても寒すぎても、はい、やっぱり猫ちゃんは体には良くないので、やっぱり適温にね仕上げた方が、はい、いいですね。なるほどなるほど。まあこの今年の4月にですね、はい、この NPO 法人丹波コミュニティハブということで、まあ、保護猫活動をメインに、ね、された NPO をね立ち上げられたんですけども、はい、まあ、立ち上げるのなかなか、ね、NPO、まあ、会社作るのと一緒ですから、ね、ご苦労があったかと思うんですけど、まあ、その辺りから、はい、ちょっと1年の振り返りをね、そうですね、お話を伺いたいと思います。はい、まず4月に立ち上げということは、それまでにね企画段階があったかと思うんですが、はい、これいつ頃からされてたんですかね。そうですね、最初は去年の夏ぐらいから、はい、まず、まあ、メンバーをNPO は人数を集めないといけませんので、はい、いろいろご相談させていただきながら、うん、猫の活動がしたいんですっていうことで、はい、ちょっとずつ人を集めて、それでイベントとか音響とか、うん、そういうこともいろいろしたい、人と人がつながるようなハブ機能ができるっていうふうなことも思いも込めて、コミュニティハブっていう名前になりました。はい、で、設立は、今年2020年の4月、はい、はい、4月25日、はい、4月25日が、まあ、この NPO 法人の、まあ、認証というか、そうです ね、はい、日にちになるわけですね。はい、なかなかこの4月というと、これ今年はねコロナ騒ぎで、そうなんです、ね、本当にね、立ち上げ当初からコロナで結構大変ではあったんですけれども、はい、そういうイベントの音響っていうのもイベントが全部なくなってしまいましたので、うん、いろいろ予定してたことはできてはいないんですけれども、はい、まあ、その分猫の方で一生懸命できましたので、そういう面では良かったのかなっていう気持ちはありますね。あ、確かにね、NPO の場合は、まあ、計画書とかね、いろいろ作られてると思うんですけども、はい、まあ、いろんな収入の予定が、ね、まあ、多くの企業、まあ、飲食店も含めね、日本全、まあ、日本じゃないわな、これ世界中規模で、ね、予想外のことが起きてますので、はい、まあ、これ、まあ、まさかとね、皆さん思ってらっしゃるところへ、ちょうどまあ立ち上げをねされたんですけども、はい、まあでも猫の保護活動としては、まあなるべく早い設立されて、まあ活動されるというのがまあメインやったと思いますんでね、はい、まあそんなもうちょっと引き延ばししようかっていうわけにはまあいかがなんだということやと思うんですけども。そうですね。でまたね、新聞とかね、地元の新聞も含めですね、はい、いろんな、まあ、メディアにね載った関係で結構電話がね来たということで、そうです ね、お問い合わせが忙しかって、はい、5月に最初地域猫活動ということで取り上げていただいて、はい、それですごくたくさんお電話いただいて、地域猫活動っていうのはどういうことをするんですかっていうことで、はい、たくさんの方に知っていただくきっかけにはなったと思って、嬉しく思っています。そうですね、はい、私もこの番組にですね携わって、地域猫というそのこの地域猫というこのつながった単語が僕初めてね知ったような次第でございますので、そうですね、多分ラジオをお聞きの多くの皆さんが
地域猫って、まあ、猫は地域におるわいなっていうぐらいなあの、ね、印象やったかと思うんですけども、はい、もう一度ねまた今日も初めてね聞きましたよって方もいらっしゃると思いますのでね、はい、地域猫、うん、これは一体何ぞやということからですね少しお聞きしたいと思いますが、はい、まあ猫はねうろうろしてて当たり前かなっていうのは思ってたんですけども、はい、実際はそうではないんですね。そうですね、あのまあどの市とか県であってもあのうろうろしている猫ちゃんっていうのは、まあ、野良猫っていうことになるんですけど、はい、そういう地域猫活動をしている市とかですとその地域猫っていうのが野良猫とは別で存在することになるんです、はい、そうですよね。この辺の定義がね私も最初聞いて猫その辺にいてるやんってその猫はなんで野良猫と地域猫どこが違うのってね思うんですけども、そうですね、まあ、普通そうなるんですけど地域猫っていうのはじゃあ何なんですかっていうことになるんですけども、はい、地域猫っていうのはまあその餌やりさんっていう人がまずいらっしゃって、うん、ちゃんと決まった時間に餌をあげて、ちゃんとあのトイレの掃除もされたり、はい、あの猫っていうのを、まあ、地域でちゃんと管理してそれ以上増えないようにもちろん手術もしてあの一定のルールを守ってあの活動されてるっていうのが地域猫活動っていうことになります。うん、ただそうなんです。ただ餌だけやってるっていうのは地域猫じゃないんです。あ、まあね近所の人が野良猫がおるさがちょっとね餌やったろうと思ってやってるのはほんじゃ野良猫に餌をやってるってこと。そうなんです。あの野良猫に餌やるだけで手術もしないで餌あげてる、うん、かわいそうやからあげてるっていうのは、はい、余計にあのかわいそうな子猫が生まれて、うん、その子猫たちもねあのキツネとかカラスとかに食べられたり、はい、つつかれて死んだり、ええ、あと交通事故で死んだりとか、はい、不幸な子猫をどんどん増やしているだけなので、うん、そういう無責任な餌やりっていうことになってしまいますので、はい、あの餌だけあげるっていうのはあのそれは愛情ではないっていうふうになってますね。あ、そういうことなんですね。なんかこう自分が餌やってると猫が喜んでるからこれはもう非常にこのね、貢献してるかと思うと実は不幸の種を増やしてるとそうなんですいうことなんですかね。で近所の人にもやっぱりそういうねあの糞尿の被害がありますので、はい、環境面でも良くないので、うん、あの餌あげてる人だけが喜んでるだけで、はい、あの猫たちも近所の人もそういう困ったことになっているっていうことになるだけですので、うん、それはやめていただきたいと思いますね。あ、それはもう単に野良猫に餌をやって自分だけ満足してると。そうです。こういうことなんですね。はい。で、そういう意味ではこの地域猫というね、地域で見守ってる猫になるとやはりその管理されてるというか、まあ、避妊もしたり、はい、ね、いろんな、まあ、猫にとってはまあありがたい。そうですね、中華ね、はい、もうそういういろいろなご近所のトラブルっていうのがたくさん猫を通じてありますので、はい、国も環境省も、はい、あと兵庫県あの丹波市も一緒になって、はい、そういう環境問題とかご近所トラブルを猫に関することでなくそうっていうことで、うん、地域猫活動っていうのが今全国的に広がっているところですね。なるほどね、はい。まあ、この辺がその地域猫と野良猫の違いというような感じになりますけども、はい、なかなか話聞いただけではね、ちょっとそうですね、なかなか、どう違うのっていうこともあるんですけども、その辺もう少しね聞きたいと思いますが、はい、本日ね、里見猫の方からリクエストをねお聞きしておりますのでご紹介していただいてよろしいですか。はい、嵐でみかん。はいね、嵐ファンの里見猫、さすがという感じでございますね。はい、じゃあ、野良猫さ、それから地域猫についてはね、この曲の後にね、もう一つお聞きしたいと思います。はい、おー、さすが、ね、里見猫、ね、いいですね。嵐ファンにはたまらん曲でございますね。はい、それじゃあね、曲の前にね、お話聞いてました、地域猫。と、まあ、野良猫は違うんだよということをねお聞きしたんですけども、はい、これやっぱり
見守っていく上で地域猫として飼う条件としてはやっぱりその、まあ、避妊っていうのも必要やし、はい、やっぱり餌も当然与えるっていうのがやっぱり条件ですかね。あの、大体決まったルールっていうのがありまして、はい、まず絶対しないといけないのはまず不妊去勢手術ですね、うん、こちらの方は絶対していただいて、その次に餌やりなんですけれども、はい、この餌やりもあのずっと置きっぱなしではあのアライグマとかタヌキとか、うん、他の動物が来てしまうので、はい、あの時間を決めて、うん、朝か夕方かあの1日1回でいいので、30分から1時間ぐらいだけ餌をやる、もう食べに来なかったらもう片付ける、そういうふうに、うん、あの時間を決めていただいて、はい、出していただいたらいいと思います。あとトイレですね、はい、トイレは必ず設置していただいて、だいたいご飯を食べたあと30分から1時間ぐらいで猫ちゃんトイレしますので、トイレをしたら必ず掃除をして、うん、ご近所の、プランターとかあと畑の中でトイレをするっていうことがないように、それだけは気をつけていただいて、はい、そういうルールを持った上で、一代限りの命を見守っていただくっていうのが地域猫活動っていうのになります。あ、これ例えばラジオお聞きの皆さん、まあ、私も含めなんですけども、はい、この野良猫か地域猫か見ただけじゃ分かんないですよね。そうですね、飼い猫かもしれませんし、ね、あ、そういうことしたね、外に出してる飼い猫もいますので、はい、うん、その辺がちょっと、まあ、分かりにくいところではあるんですけれども、はい、まあ、丹波市では地域猫って呼んでますけれども、はい、あのお隣の丹波篠山市さんでは野良猫になってしまいますし、そういう活動されてなかったら地域猫ではなくなりますので、あら、まあそれはほんならまあ、いや、はっきり言って見ても分かんないっていうのは、そうですね、見ても分からない、まあはっきり分かるとしたら餌やりさんがいるかいないかで、うん、はっきり分かるのはガリガリかガリガリじゃないかガリガリだったらもう大体野良猫っていうことにかなって判断してもらう、もうある程度ふっくらして毛づやもいい野良猫なのにっていうのはもう必ず餌やりさんがいらっしゃると思うので、うん、はい、もう餌やられてる方が責任を持って必ず不妊去勢手術をしていただくということですね。犬やったらなんかちょっと首輪してたら、あ、飼い犬が、はあ、なんかちょっとうろうろしてるなというような、そうですね、あの猫ちゃんでもね、あの地域猫に連れてかれないようにということで首輪をされている場合もありますし、はい、あの首輪をした飼い猫が外に出てる場合もあるのであのそういうのでちょっと迷子の子かそこの近くにいる子なのかっていうのが分かりにくい場合はありますね。ああ、確かに言われてみればそうですね、はい、ということは野良猫か地域猫か飼い猫か分かんないんやけども、はい、外を猫がうろうろしてたらどないしたらいいんですか。とりあえずもう首輪をしてたら、うん、もうその場でそっと置いといてあげた方が多分いいと思うんです、うん、あのお世話をしている方がいらっしゃる可能性が高いので、はい、で警察の方に届けたとしても警察ではあの探してはくれませんので、あの自分が飼い主ですっていうふうに名乗り出てくれる人を2週間警察では置いてもらえるかもしれないですけど、はい、2週間したら愛護センターに行くことになりますので、はあ、はい、であの NPO 法人丹波コミュニティハブでもあの先日っていうか先月ですね、黒猫ちゃんが、迷子ではないかっていうことでうちで保護してSNS で、飼い主さんを探したところ飼い主さんが見つかりまして、はい、そういう可能性もあるんですけれども、うん、その辺が飼い主がいる子なのかいない子なのかっていうのははっきり分かりませんので、はい、保護するときはちょっと注意して保護していただけたらなと思います、ね、ああ、そういうことか、はい、これまた難しい話じゃないですか、そうなんですよ、でそういうね、
SNS をされてる方が飼い主さんだったら発見できるかもしれないですけど、もう年配の人で見られない方がいらっしゃったら、ね、名乗り出るっていうことがなかなか難しくなりますので。そうですね。そうなんですよ。だから猫ちゃんを連れてきたのが良かれと思ってやったことが、うん、飼い主さんと引き裂いたことになる可能性もあるので、あその辺はちょっとね、十分注意していただきたいですね。あ、そういうことですね、はい、そしたらまあ猫ちゃん見かけたら、まあ色つやが良かったら、まあ誰が餌やってはって、で、ね、で首輪してたら、まあ、まあ飼い猫が出てんのかなってぐらいことで。そうですね。で、あと以前聞いたんですけど、はい、なんか耳にね、カットが。そうですね。カットしてたら、ええ、必ず餌やりさんがいるっていうことですね。もうそこで手術を終わっているっていう印ですので、うん、はい、耳が桜の花びらのようにカットされているっていうのが、うん、桜猫って言うんですけれども、はい、その猫ちゃんには手術をしてくれてご飯をあげてくれている人がいるっていう証拠なので、うん、その場に置いておいてあげたい、いただきたいですね。地域猫っていう印ですので。はい、そうですね。で、その耳がちょっとこうカットしてあるのは、要は避妊をしましたよという、はい、印になります。ですね、はい、もう1回2回目、まあ男の子の場合はね、手術したかしてないかっていうのは分かるんですけど、はい、うん、女の子の場合は分かりませんので、もう一回お腹を手術されてしまう可能性があるので、あら、もう手術終わってますっていう印ですね。ああ、そういうことか、はい、外から見ただけじゃ分かんないので。そうなんです。メスの場合分かりませんのでね、はい、あ、そのためにもそういう印というかね、はい、桜耳っていうこのカットしてある、はい、まあ、印をつけて、まあ、地域猫として、はい、まあ、飼われているといった方がいいんですかね。はい、いやいや、これまたね、初めて聞かれる方は、何や、ややこしいことをしとるやないかとね、思ってらっしゃる方があるかもしれないんですけどね。はい、ここでですね、里見猫から2曲目ですね、はい、リクエストをお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、今年最後の曲は、嵐でゴーバイという、いい曲ですね、これまた、ね、やっぱりいいです ね嵐がちょっとね休業に入るっていうのはこれ本当ね、ショックです。嵐ファンにとってはね本当涙涙の物語でございますがね、復活を願ってます。はい、ね、本日は NPO 法人丹波コミュニティハブのね、解説 NPO のね、はい、設立からのねお話をね伺ってましたが、はい、今年2020年の4月に、まあ、設立されてから、はい、まあ、いろんな新聞でも取り上げていただいて、はい、まあ、たくさん保護猫もできたということで、はい、保護猫ばっかり増えちゃうとね、もう満杯になっちゃうので、やっぱり譲渡会っていうのもね、はい、何度かされて、これね、引き取り先というか、はい、新しいね里親さんをね探し、はい、ずっとのお家を見つけるために譲渡会を8月からさせていただいてるんですけれども、はい、8月から、11月まで、まあ、4回ですね、させていただいて、結構ね、はい、はい、でその4月から、はい、今までですね、11月の譲渡会までで、今22匹、正式譲渡ということで新しいお家が見つかった子たちがいますので、はいはい、これからももっともっとまだまだうちにいる子がいますので、はい、今27匹あと子猫ちゃんがいますので、まあ、その子たちのためにも、はい、ずっとのお家を見つけるために、譲渡会続けていきますので、よろしくお願いします。はい、そうですね。で、譲渡会、まあ、定期的にね、はい、今年も開催されたんですけども、まあ、夏の暑い時期からですね、そうですね、ちょっと今涼しくなってきておりますけど、ちょっと寒くなってきてますけども会場の方もイメタウンでされたりですね、はい、その他もあったようですけども、非常にたくさんの方がね、そうですね、見に来ていただいて、はい、もう最近ではだいたい1回約200名くらいの方が、はい、見に来てくださって、まあ、1回目はお買い物のついでで、っていうことで、うん、
でその後ご家族で相談していただいて、あの、はい、翌月に、うん、あの里親さんということで、あのご相談いただくこともありますので、あのそういう意味ではあの夢タウンさんでさせていただいて、たくさんの人にね、あの見ていただくっていうのは良かったなと思ってます。そうですね、はい、このまあ NPO の活動として、まあ、保護猫活動は非常にね大切なことやと思うんですけど、やっぱりその保護するばっかりでは、やっぱりね、そうですね、行き先がない言うたらいかんないですよね。そうなんですよ、やっぱりあの猫たちのためにも、はい、やっぱり新しくちゃんとね一匹一匹見ていただけるお家に行く方が幸せですので、はい、あのそういうお家であの家族の一員として、最後の修正大体15年から20年は行きますので、その間可愛がっていただけるお家ということで行かせていただけたらなと思ってます。そうですね、はい、でまたあの夢タウンの方で開催されていることで保護猫活動をやっとってとこあるっていうのがね広くね、そうですね、ね見ていただけたと思うし、はい、まあ、猫関係ないんやいう家の人にも、まあ、見てもたら可愛いなということでね、そうですね、まあ、新しいねそのずっとのお家の、ね、はい、できるきっかけにもねなったんやないかとね、はい、思いますし、はい、でまあ、いろんな機会を通じてまた、いろんな、ね、餌持ってきてもらったり、あ、そうですね、フードとか、はい、あとおしっこシートとかタオルとか、バスタオルの、そういう支援物資もたくさん持ってきていただいて応援もいただけてますので、本当にありがたいことだと思ってます。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではこの NPO の活動というのはどんどん、まあ、認知されてきて、はい、まあ、協力者もどんどん、増えてきているんではないかとね、そうですね、思いますので、はい、また来年に向けてですね、はい、いろいろ計画もあるかと思うんですけども、はい、いろんな計画につきましてはまた SNS とかですね、はい、またこのラジオの放送、はい、それからチラシ、それからポスターも結構見てきてくれてましたよね。そうですね、やっぱりポスター見てきましたっていう方はとても多いので、ポスターうちに貼ってもいいよっていう店舗さんありましたらぜひお声掛けいただけたら大変嬉しいです。そうですね、はい、はい、またねポスターを見て来られる方もあると思いますので、はい、また譲渡会開催しますので、ぜひとも、ね、ご参加また見に来ていただきたいと思います、はい、本日はこてつとさとみ猫ではいお送りしました、はい、それではまたにゃんぐるり、また新年もよろしくお願いいたします。さよなら、良いお年を。